で、レゴのマクドナルドの説明します。まず、看板ですね。ちょっと早いと思いますが、いいでしょう。次に、中を説明します。これがお湯で、こっちが水です。で、これがハンバーガーです。ここにレジがあります。ここでお店の人が作っております。次に、食べに来た人のルートを説明します。まず車をここに止めて、入り口から入っていきます。入っていって、そして、で、椅子に座ります。先生中に置いて食べます。次に、ドライブスルーのルートを説明します。ドライブスルーは、まずここよりが道路になって、で、こう来て、ここで注文を、ここに注文が書いてあるので、ここで注文を言います。で、こっち行って、こっち行って、ここのところで、ハンバーガーを受け取ります。駐車場は、ここか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 、ここです。駐車場は、もう一度出ますが、ここか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 、ここです。これで、レゴのマクドナルドの説明を終わります。